親方、ゼリマさん、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、先週はね、牝馬のエリザベス女王杯が行われたということで、まずちょっと振り返っていきたいんですが、勝ったのはね、一番人気、ブレイディベーグでございましたが、2着がね、親方本命、ルージュエバイでしたね。レースいかがでしたか？いやー、まあね、勝ったブレイディベーグは、さすがは調教でリバティアイランドと同じぐらい、まあ動いてるっていう強さを見せてくれたっていうのかな。逆にルージュエバイはさ、なんか5番人気になってたっていうのが、もう僕としてはもう完全に想定外。まあみんな馬券うまいっていうのかな。はいはい。で、今、話しますか？新曲か。そうですか。はい、うん、そうですね。いやー、もう、とっても悔しかったですね。この1週間、ベスト3に入る悔しさでしたね。この1週間ね。はい、あれです、サスライラビーの3回戦落ちと、日向坂の紅白落選の次に悔しかったですね。なるほど。なんか、わかりづらいな。あ、でもあれです。競馬の方はね、レッドロゼルが頑張ってくれたんで、総裁してくれたし、日向坂はね、新参者のライブが最高だったんで、総裁してくれたんで、まあ、あとは、令和ロマンに優勝してもらおうかなと思います。はい。以上です。はい。まあ、全然何の話かも全くわかんなかったんですが、はい、今週はマイルチャンピオンシップが行われるということで、こちらのレース見ていきたいと思いますが、まずはゼニマルさん、このレース、どんなレースになるか教えてもらえますか？はい。マイルチャンピオンシップ。まあ、こちらは、まあ、2020年から2022年までは、阪神で行われていたのでね、4年ぶりの京都開催。まあ今年は本当に京都で重賞があるたびにね、時効のご挨拶のようにこれ言ってきましたけど、いよいよ舞ちゃんが今年の京都で行われる最後の G1 ということになりました。で、まあね、京都開催自体は来週まで続きますし、来週も重賞はあるんですけど、来週に関しては京都2歳が芝2000で、京阪杯が芝1000で、まあどっちも内回りコースなんですね。つまりこの舞ちゃんは京都芝外回りコースで行われる、まあ今年最後の重賞ということにもなります。でですよ、これはちょっと先週も、クックナのところでね、ちょっと話題にしたんですけど、この秋の京都芝外回りの重賞って、とにかくその、内を回ってくるのが正解って状況ばっかなんですよね。先週のエリジョにしても、馬番的にも1、2、3だったんですけど、まあ、この3頭、道中、内立ち沿いぴったりで、縦3列に並んでた3頭だったんですよね。で、まあ、並べてみると、その京都大商店から始まって、プラダリアとボッケリーニ、内でしたよね。で、キカショがドゥレッツァ、スワンセックスがウィングレイテスト10番人気、で、ファンタジーステックスもカルチャーデイ15番人気で、先週はデイリー杯がまあジャンタルマンタルがインさんからで、デイリー賞がブレイディーベイグと。つまりこの秋って京都芝外回りの重賞が6つあったんですけど、6つ全部内回ってきた馬の勝率が 100% となっています。で、まあちょっとここまで極端なのはね、さすがにまあビビるんですけど、京都と回りって坂下りっぱなしで直線に突入するし、まあ、なおかつ内回りとの交流地点にね、ちょうどいいイン付きスペースも用意されてますんで、確かにね、内ぴったり作戦が他の競馬場とか他のコースよりは有効なんですよね。という前置きの中で行われるマイルチャンピオンシップ、このレース自体、昔からね、ファンの印象にも残ってると思うんですけど、インツキによる決着っていうのが、まあ特にね、多いレースとなっております。ということで、こちらですが、まあ2020年からね、のあれは阪神がちょっと省きますが、まあ2018年の舞ちゃんは先週のエリジョと同じく、馬番123で綺麗に決まってるんですけど、まあ、ステルビオとペルシアンナイトが2頭で内出しに突っ込んでワンツーしたというレースでした。で、2016年のミッキーアイルはまあ逃げ切りなんで、インツキとはまた違うんですけど、まあ、内出し沿い走り切って勝ったという意味では同じですし、まあ、そこからね、14年のダノンシャーク、12年のサダンパテック、で11年は11番人気でクイサ2着のフィフスペトルが、まあ、ザ・イン付きって競馬で、で、まあもう13年前になっちゃうんですけど、やっぱ競馬ファンの印象に大きく残ってるんじゃないかという、2010年のエーシンフォワード岩田康成ですよね。あんな鮮やかなイン付きでの大穴勝利はまあなかなかないんじゃないかというところで。ということで、まあ、ご覧の通りというかね、舞ちゃんって大体京都でやると、2年に1回ぐらいはイン付きで勝ち負け決まってるんですよね。で、なおかつそういう年はまあ波乱傾向でもある。まあ逆に言うと、その反対の2年に1回は外回った馬が普通に勝つんですけど、まあそういう年ってまあ結局強い馬が実力で勝ってる形なんで、まあ馬券的には硬いんですよね。だからインディーチャンプが勝った19年とか、モーリス勝った15年とか、当選ラー勝った13年とか、ということなんでね、やっぱり波乱を願うのであれば、イン付き成就させて実力以上の結果出せる馬をまあ見つけたいですよね。さすがに今年の秋 G1、エリジョすら3単4桁っていうね、全部硬いって感じなんで、そろそろ反動が来てくんないかなと思います。というわけで早速人気馬ちょっと見ていきたいと思いますが、昨年買ったセリフォルスから親方聞いてもいいですか？これはね、当初はね、ちょっとね、評価を下げるつもりでいたんだよ。
昨年と同じくフジステークスの予定が確か夏負けが尾を引いた影響なのかな。まあ結局前哨戦を使わずぶっつけ本番になったっていうのがポイントでさ、もう巻いちゃってさ、休み明けの馬は割引が必要なレースで、安田以来で馬券に絡んだのはモーリスとインディーチャンプの2頭だけかな。まあきついわけですよ。来ても2着かなって感じではいたんだけどさ、この中間は2週続けてウッドでラスト1波の11秒台を切ってきたし、まあ、特に圧巻だったのがもう川田が乗った1周前を、まあ、いっぱいに追ったとはいえラスト1波の10秒7っていう桁違いの瞬発力を披露してた。調教の動きだけならもう去年勝った時よりもよく見えたくらい。これはね、久々とか夏負けを理由に評価を下げて痛い目に遭うパターンじゃないかなって思ってさ、本命にはしないんだけど、稽古と同じだけ走ればエリルのブレイディウェーグと同じくもう勝たれちゃうかもしれないよね。そして毎日長官3着でした。こちらシネルマイスターも出てきますが、こちらどうでしょう。うん、まあね、当時は阪神戦力とはいえ、まあ一昨年の二着馬で、まあ舞ちゃんと同じ京都戦力で行われたマイラーズカップの勝ち馬だからね。まあ三着に負けた安田や毎日王冠にしても、負けて強しっていうのかな。特に前走はさ、もうルメールがへぐり倒しての結果だし、結果論にはなってしまうんだけど、もう少しうまく乗っていれば、おそらくどっちも勝ってたんじゃないのかな。この中間はね、マイラーズカップの時と同じく、まあ先週末に一頭に移動して、出来に関しては一度使った上積みで、まあ前走よりいいと。あとは毎日王冠の時にちょっとゲートの中で茶化ついて枠内中立不良、まあ、イエローカードを1枚に食らっている状態で、まあ、これってもう1回同じことをすると1ヶ月の出走停止だったな。要は合わせ技1本でレッドカードになる。一応対策として中間はなんかゲート練習をしているらしいんだけどさ、このままね、お世辞にもスタートはうまくない。また出遅れる可能性をちょっと排除できないっていうのかな。まあもちろんスタート出れば、まあ当然勝ち負けにはなるんだろうけどさ。まあ馬券で狙うとしたら、ちょっとゲート後手を踏んで、後方からの競馬になることを想定して、ちょっと別の馬から入りたい感じではある。そして前走久々の勝利でしたのアミュール、こちらどうでしょう。これはね、もう今年の有力馬で最も悩ましい存在。もう前走と同じパフォーマンスを発揮できれば、もうボバ相手にこう一点のここでも、まあ、侮れないんだけどさ。問題さ、タケシから乗り換わったモレイラが、もう代打騎乗ってことがおそらく分かってたのかな。もう後先を考えずガチ追いしたのよ。しかもね、ナミュールってタイプ的に久々の方が走る馬で、連戦時は過去4戦して、もう0004。範囲はいろいろあるんだけどさ、全く結果が出ていないじゃない。最終追いもさ、キャンターに毛が生えた程度ってくらいも軽めに流したし、いくら安城がムーアでもお釣りが残っているか微妙な馬をどこまで持ってこれるのかなっていう疑問はある。あとまあ竹志美駅の僕としてはね、今更この馬を本命にできないっていうのかな、できれば飛んでくれないかなって勝手に思っている。まず3頭の人気馬を振り返ってきました。親方は狙いたい本命馬どれになりますか。もうね、僕の本命は、それあのね、マスターのマイちゃん先取り予想の指名馬でもあり、まあ、毎日王冠でもね、二重丸に抜擢したエルトンバローズ。前走は、まあ、ソングラインやシュネルマイスターがね、へぐり倒して、まあ、どっちも目標が先で、まあ、干潮手前の状態っていうのかな。あと、まあ、金量差があったとしてもだよ。あれはね、ほんとケチのつけようがない競馬。かなり仕上がっていたから、まあ、今回上積みあるのかなと思ってたんだけどさ、もう一周前追いではウッドの自己ベストをさらに1秒弱更新して、もう最終追いの反路でもさ、もっともまあラスト1ハロに11秒5っていうもうしまいキレキレでさ、2週続けて騎乗した西村敦也ももう言うことのない動きです。もう前走と同様かそれ以上ってもう言い切ってさ、さっきゼニマルも話してくれたように今年のマイタンでさ、ね、なんか人気になりそうな馬ってもう揃いも揃ってさ、なんか大外分回しの素手足タイプの馬で前に行く馬が少ないのもいいし、今の充実ぶりと4連勝中の勢いなら G1 でも普通用して不思議ないんじゃないのかな。それ以外に何か注目する馬いますか。当初はさ、なんかソイルアッシュでも上げようかなと思ったんだけどさ、安城を松山を下ろしてモレイラってだけでもう注目を集めるだろうし、それならね、なんかもう少し人気のないところで面白そうな馬だとノリさんに手綱が戻るマテンローオリオン。前走は戦略の関係で田辺に乗り換わったタイミングで、まあ、チークピーシーズを装着したんだけどさ、結果は5着とはいえ、まあ、好意で競馬をできたのはまあ収穫っていうのかな。まあ直線でね、なかなか前が開かずまともに終えたのは 200m 程度だったし、結果的にノリさんのダノンタッチダウンが引っかかって 1000m 通過56秒7っていう、まあ、とんでもないペースで飛ばしたせいで差し追い込み決着になったからね。まあ3走前に今回と同舞台のマイラーズカップではフジステークスと同じく好意のインを立ち回ってあわやのシーンを作ったように、飼育効果で時計を詰められれば流れ次第で、まあ、馬券内に組み込めるかもしれない。
さて、ゼニマルさんね、そろそろ荒れてほしいという話でしたけども、ここで狙いたいと思いますか？はい、そうですね。まあ、本命馬の前にちょっと前半の陰付け話の補足としてですね、まあ、陰を狙うには、まあ、陰を狙う意思が必要だと思うんですよ。で、競馬において、その瞬間瞬間にその意思決定を行うのは、まあ、ジョッキーということで、ちょっと噛み合うかはあれなんですが、本命は、イルーシブパンサーです。で、まあ、こっからの話は正直、まあ、期待込み、願望込みなんですが、イルーシブパンサー、鞍上は、岩田未来騎手、岩田康成の息子ですね。で、まあ、正直、あんまりその、インツケとか、変な逃げとか、まあ、制裁スレスレのバグン突破とか、まあ、変なことするイメージはないと思うんですが、ただ、今年は、重賞をもう5勝していて、で、先週で年間100勝に到達したんで、まあ、キャリアハイ更新も間違いないと。で、まあ、勝率とかそういう指標も軒並み伸びていてね、まあ、めきめき成長していることは確かだ。で、そうなるとね、あとは、G1 初勝利を残すのみ、というところまで来てるんですけど、岩田未来騎手が G1 勝つには、何が必要か。もう、インツキの神である、父、岩田康成を、インツキのメッカ、マイルチャンピオンシップという舞台で、超えていかなあかんやろということですよ。もう、岩田未来が、父譲りのインツキで G1 勝制覇。このスポーツ紙一面の見出しを成し遂げるのに、もう、マイちゃんという舞台、イルーシブパンサーって今はもう、これ以上ないタイミングだと思います。まあ、その可能性を感じたのが、年明けの京都金牌ですね。まあ、これが、実は、岩田未来とイルーシブパンサーの出会いだったんですけど、ここがもう、100点満点のインツキで差し切ってるんですよね。でもあまりの鮮やかさにね、本人もすんげーガッツポーズしたんですけど、本当にあれを見てやっと未来も岩田の血が開花したのかなと感じましたよね。まあ、そしてイルーシブパンサー自身もね、次の中山記念ではまあシュネルマイスターと一緒に打ち出しに突っ込んで取り合いに負けて敗れて沈んだりとかね、あと過去には安田記念で外で詰まったりとかするんで、結局その馬群割ったり狭いところからでも伸びてこれる自信があるゆえに、そういう狭いところ狙っちゃって負ける事故もまあ起こりやすい馬なんですよね。まあ、でもこれは紙一重っていうか、そういう負けをね、何度も繰り返してるからこそ、ここぞの場面で、陰付きのでっけえ一発が決まってくれんじゃないかというね、期待感を持たせてくれます。本当に人馬ともに、親父声で G1 勝つならここだろうというムードを、ひしひしと感じているので、今回は、イルーシブパンサー、岩田未来に託していきます。それ以外で何か注目するのありますか？そうですね。もう一頭。まあ、こちらはちょっとレース全体の話にもなるんですが。いやー、先週のアートハウスは明らかにチャロ長かったですね、マスター。もう最後歩いてましたからね。最後歩いてたからね、はい。びっくりしちゃったね、あれね。はい。ということで、本当のあのペースの手応えでね、正直直線入り口では全人口の9割5分が、あ、これは残ったなと思ったはずなんですけど、あんな綺麗に止まるとはって感じですね。まあ、ただ、それはそれとして、まあ、あんな感じで逃げると思ってなかった馬が逃げると、ああいう緩くて恵まれたペースにね、なりがちなんですね。ということで、まあ、今回もメンバー見ると、パッと見セルバーグが逃げんのかなって思っちゃうと思うんですが、セルバーグって過去の成績見れば分かる通りね、他が早いと全然いけない系の逃げ馬なんですよね。なので、バスラットレオンが花を叩いて粘ってくれるんじゃないかという期待で、こちらが注目馬ですね。バスラットレオンって過去に勝ったレース全部逃げ切りがちなんですよね。まあ、ただ、ちょっと金層のそのダート短距離だとなかなかやっぱ逃げるに逃げれないと。で、まあ、だからこそ今回芝のマイル戦に使ってきてたはずなんですね。まあ、矢作厩舎って結構見た目には理解しがたいローテを組んでくるんですけど、みんなが変なローテだなって思った時ほど、その裏に明確なテーマとか作戦があります。なぜなら、矢作厩舎は天才だから。前走がね、やっぱ JBC スプリントっていうのはイメージ悪すぎなんですが、一般的には。あそこで激流に飲み込まれてからの舞ちゃんだったら、正直セルバーグに花争いで負けるイメージはないですよね。無事にバスラットレオンが逃げてくれたら、その先はもう先週のアートハウスみたいに恵まれるのを待つだけですね。正直全然能力足りますよ。あと、ダート戦になんて絶対合ってないんで、芝マイルだったらここ数千以上には走れると思います。って感じですかね。はい、というわけで今週はメインチャンネルマイルチャンピオンシップについて親方そしてセニマさんの見解話していただきました。まずですね、土曜にトースポ杯2歳ステークスが行われますが、こちらはですね XQTwitter の方で公開しようかなと思います。動画下の概要欄にリンクがありますので、まだフォローされてない方はねぜひフォローしてレース当日につぶやくと思いますので、ぜひチェックしていただければと思います。そして今週のサブチャンネルですが、まあ来週ねいよいよジャパンカップが行われるということで、本当にねこの秋一番の注目のレースだと思います。ということでね、早速今週からですサブチャンネルの方でジャパンカップについて触れていきたいと思いますが、こちらの方はですね日曜に公開しようかなと思いますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。親方ゼニマルさん、今週もありがとうございました。ありがとうございました。